はいどうも皆さんこんにちはこんばんはレッツだよーというわけでやっていきましょう。本日は昼の犬嵐というわけでね、まあ、修正第5弾というわけで犬嵐くんも強くなったというわけで俺の犬が今日はね火を吹きたいなと思いますよ。というわけでまずですねスキル1のクールタイム 100% 短縮、早くなっているという感じですかね。ほんで、まあ安定のねあれですよね 30% 攻撃力が上がったやつを引き継ぐと、それは変わってないということですね。ほんでですねスキル2も、一応早くなったんかな、敵陣にいる時ですかね。で KO したら体力が 30% 回復もついてるんで OK かなと、思います。まあ非常に普通にね戦えるんかなーっていうイメージはしてます今のところね。で何よりねあの大事なのは昼の王の一撃でこれね、まあ感電なんですけれども、感電させた時に攻撃力が上がるんじゃなくて当てた時ですからね。はい、攻撃を当てた時に 10% 上がるんで、だからそこはね今の環境ね状態上入らないっつっても全然 OK かなと思います。とりあえず 30% まで回力が上がっちゃえばこっちのもんかなと。まあ序盤の1分半ですよね。はもうバチボコに、バチボチバードル噛んでもった。はい、というわけでスキル1短縮型メダルをつけております。で本日なんですけど相方ね、まあ一応ニカちゃんとかね連れて行こうかななんて思っております。いつも通りのこのメダルでございます。まあ相方もしかしたら途中でね、変えるかもわかりません。はい、それはまあなんか見ながら楽しんでください。サポートアタッカー向きやらパラメシアグランドレイトなっております。というわけで今まではねあの脇役、あの縁の下の力持ちみたいな、後ろのキャラに、任せるみたいな犬嵐でしたけれども、今回は俺が主役っていう顔してますよね。はい、任せください。行きましょう。皆さんよろしくお願いいたします。ご賞味ください。レッツバウンティー。はい、行きましょう。よろしくお願いします。すぐに破壊と暴力をやめろ。いいですね。まあ犬嵐さんもお年ですから、言うてもいいお年ですからね。はい、行きましょう。よろしくお願いします。まずは感電ちょっとキングとかにさせてあげたいですよね。通常は変わってないよね別に。そうやね、通常自体は変わってないから。オッケー行きましょう。とりあえず今までさ俺犬嵐さブーストなんもね銃とかしか振ってなかったんでね。まあそれがいかに強くなってきたのかっていうところですよね。まずは行きましょう。これ取り際のこれ犬あのちょ、ミスった。いや当たってるよ、当たってるいけるいける、これいけるよ、これいけるよ、これいけますよ、これいけますからね。ナイスからのこうドーンやって、ほんとごめんなさいって感じで、ほんとごめんなさいって感じで、ちょっと一回引こうか一回引こうか。さすがにまずい、さすがにまずい。まだ多分俺 10% くらいしか上げてないと思うねんな多分やけどな。せめてあと2回は当てよう。でもこれ生きてるっていうのが俺は非常に今感動してる。今までの犬嵐やったら俺十分しか振ってなかったからとっくにお亡くなりになれてたとまだありますから、ここからチャンスはまだありますからね。とりあえずあと2回は当てようよ。あと2回は当てていきたいと思います。ちょっと待って、やまずはガンマナイフかなんか撃ってくるでしょ、あれ絶対なんか怖いでしょ。だから落ち着いていこう。ナイスバジュってる、いいね、いいバジュり方してるね。ほんでこっからでしょ。ちょっと待ってや、待ってこのさクラッカーくんいっとく、ワンからのナイス、オッケー、ナイスで回避せえへんかな、オッケーしたってことはここからのこれ、はい、オッケー。いや当たったやろ今のは、当たったやろ、絶対当たった。ちょっと待って2回かな、これ2回かな、ちょっと待って、ほんなちょ一回ニカちゃん行こうか、こっから、攻撃力が常に20か30ちょっとどっちか分からへんねんけど上がったニカちゃんなんで、犬が主役言うたのに全然無理でした今から言い使ってんかった、そうやんな、行くんじゃない、そうやろ、ほらほんでそれ追い気になるでしょ、それだったら竜巻で竜巻で追い気になるでしょ。オッケーはいオッケー、ジャストライト系無理やった、落ち着いていけ、落ち着いて、ここドーン、はい、いいよ全然オッケー素晴らしいよ。ここからの鬼火力見せていきたいんで、ちょ攻めてもいいんですけどね、ちょっととりあえず150は貯めましょうかね。でここからのこれオッケー、回避使ったっていうことはここから来るようにジャストで入って、はい、オッケー、ここからのワンパンセー、抜いちゃうか、オッケー、抜いちゃう、で、カイドウさんにあげちゃう、これ、あげちゃう、オッケー、取っちゃう、で、ここからの、ほいやー、ジャストで入っとけ、ワンからの、ここ、あ、ごめんなさい。あー耐えてるわ、どこ、ディフェンダー慣れてる、ワン、ツーからの、オッケー、はい、どうしようかな、こっから、ワン、ツーからの、落ち着いていこう。8割以上になったら、ね、ほな、もう大丈夫やね。ほれ、火力も上がってっから、ロロノアゾロにもしっかりと取っていく。はい、ナイス。おにぎりが来る。来いよ、ジャストで入る。回避を待つ。落ち着いていく。ここからのギガント。オッケー、はい。ここからの、コレイからの、ここからの、コレイ、はい、ビューヨー、はい、聞きません。ほな、最後は、あ、ナイスですね、ありがとうございますって感じで、ほな、ちょ、おっきい際のギガント、ダーン
できへんのかお前まあまあ、普段と何変わらぬ犬嵐をお届けできましたからちょっと待って、ちょっと次犬真面目に頑張ろうはっ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 まあでももう砂嵐ないから、もう俺のステージやからこんなもんマジで昼の王に昼バラティエでやらせたあかんやろっちゅう話ですよ。ほんまにちょっと見えへんほんまに非常に見えへん。オッケーまずはねあれバジュラング絶対来るよね。ジャストで入ってここからのこれですよね。全然 OK。 まずは火力を上げること、それが非常に大事と。見えません、全然見えません。とりあえず僕溜めてます。はい、ナイスです。 OK ということは、俺がここからのこれからのここからのワンパンセー、えぐない。はい、キッド&ローもこういうことなんですわはい、そら昼バラで昼の王が暴れたらそらこうなるわなっちゅうことですよね。キッド&ローにあんだけダメージ入ったらめちゃめちゃいいでしょ。でこっからは、ちょ待ってや、後ろかな、相手ブースト前にさ、リスポーンの8番さんできれば落としたいなって思ってるんやけど、いけるかな、いけへんかな。ちょここでできればね、抑えて、ほんでブーストで俺が抑えて、ほんで C 型をその間取り返してもらうみたいな。ジャストで入ってここからの、あー間に合わへんのかな、全間に合わへんやんけ。オッケー、いっとこう、いけー、めっちゃ効いてるでこれ。いっとこう、ジャストで入って、ほんでここちょ降りといて落ち着いて、エンマはやったあかんからジャストで入っとけ。オッケー、ここからのこれ、よーし、お前はそこで感電をしておきなさい、いい子だベイビーちゃん。あー、ちょ待て、ワンツー、ワンからのオッケーオッケー、ワンツー、いた。いやでもこれね、いけるよ。俺がちょっと出といて、絶対おにぎりもあるからね、うわー、いっとけ、よいしょー、はい、こういうことですわね。もうエンマもしばけるっちゅうことですわ。ほんでこっちのブーストやろ。よっしゃ、行こうぜ。ワンからのここジャストで入っとけ。静止からのオッケー、ワン、ツーのスリー。はい、めちゃめちゃいい火力。ここをジャストで入って、ワン、ツー、ワン、ツー、痛い。いや、しょうがないけれども、ちょ待って、ここからのこれ、よいしょ、いっとけ、ここからのこれ、よいけ、ワンパーエグすぎるの、ワン、ツー、オッケー、落ち着いていこう。で、ここちょっとジャストで入って、ここワンからの、ワン、ツーの、あ、無理、一回ちょっと感電溜まってくれへんかった、さすがの、さすの側で、ちょっとこれ。よーし、よし、来た、俺に任せとけ。ワン、ツー、ワン、ツー、オッケー、いけてる。もうだいぶ十分だね。昼の王としての仕事はできたんで。ちょ待って、それはさ、取り返したいよね。頑張ってね。こんだけ昼の王暴れたんやからさ。無理。いや、いける、握っていける。アシスト行こう。そう、助けてあげて。オッケー。最後、俺がここ入って。ワンパンセー来たーこれが昼の王の恩恵ですよね、最後のバジュラング頑張ったわー、あざした。後半戦に行く前にコメント返しでポンポンポン。まずはこちら、レッドさん、彼女と最近別れました。まあ出会いもあれば別れもあるよ、今頃ですが、はい、唇でかかったなと思いました。どこ思い出しとんねんボケー、元彼女さん、こんなやつと別れて正解です。続いてこちら、チャンピオンすごい好きだろ、お前日本語どうなっとんねん、唇でかすんぞボケー。ラストはこちら、レッドさん今どこ、言うわけないやろハゲタコー、まあ、強いて言うならいつも君たちの心のすぐそばに、ふん、あ、ここまで見てくれてありがとう。メンバーシップオリジナルグッズ絶賛募集発売中、詳しくは概要欄見てね。それでは後半戦ヒュビゴー。はい、できましょう、よろしくお願いします。いやもうインヌが普通に強いよねっていうことですわ。はい、もうだってさ、キッド&ローもエンマもしばけちゃうんですよ、普通に。超フェスかれるインヌってやばない、マジで。まあやっぱね、昼の方にやっぱ昼と名のつくステージをやらせるとやっぱこうなるんです。え、
ユーモアに溢れてるね。オーケー、じゃあとりあえずちょっとここをさ取ってアシストしちゃおうよ。こんなもんワンからのワンからのオッケー、絶対ね、絶対そうなるから。オッケー、ここからのこれ、あー、オッケーからのワンパー、あー、いいよいいよいいよ、全然いい全然いい全然いい、やれてるやれてるやれてる。であの人多分バジュルんじゃないかな、バジュルんじゃないかな。ナイスパンクハザード。ちょっと待ってよ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 、ほんだらちょっと待ってよ、落ち着いていく落ち着いていく落ち着いていく、握らしてもいい、別に握らしてもいいしね、ここからのこれ、よし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 、ジャストで入ってワンツーオッケー、ナイスハーモニー、ありがとう金斗くん、ありがとう。でちょっとこれ食べてもうて、で来るぞ来るぞ来るぞ、落ち着け落ち着け、今めちゃめちゃいい仕事できてるからね、めちゃめちゃいい仕事できてるから、ほんまにこれバジュ、バジュるんかな、誰がバジュるとかあるんかな。ちょっと待って、後ろキングが来るから、キングは、俺がもうしびれ鳥にしてる境にって感じで、ちょっと待ってや、絶対かかと落としかなんか狙ってるやろこれ。行くワンからのジャストで入って、いや今ジャストやんこんな、いやジャストやんマジで、いやオッケーオッケーオッケー、ほんならちょっと待って、ここからのこれで、これワンパー、ありがとうマジで、ありがとうマジでありがとうマジでありがとう、本当に助かりました。いやナイス火力してるわほんまに。ほんならちょ、これさあっち行っちゃうかも、これ行っちゃう、これ、まあそこまあ行っちゃう、これ行っちゃうか、ちょっと待って、そしたらここからここからここからこれでしょ、あバレてた、あバレてた、すごいバレてた、すごいバレてた、すごいバレてた、やばいやばい、すごいバレてた、むちゃくちゃだ本当に、むちゃくちゃですよ、やめてください、危ない、おお危ない危ない、もう一発雷来る、これ大丈夫かな大丈夫かな、オッケー、ちょ一回守りに行こう、一回守りに行こう、一回守りに行こう、オッケー、あそこは俺が取り際しびれさせるよ、ほんなら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 、ここからのこれ、オッケー、ほんで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 、あワンパー、いやめちゃめちゃいい火力してる、いいよこれ、インヌでもうこれ3分いってまおうや、これマジで、いいよいいよ、とりあえずスキル溜まるまで、とりあえずちょっと溜めつつね、旗溜めつつ、シーアタがしかし2か3対オリンちゃん、どえらいなこれ、これどえらいぞこれ、バジュラングあんのかな、誰があるんかないんかわからへんけども、いやどっからスキル飛んでくるかも全然わからへんし、とりあえず待ってや待って待って、ジャストで入って、オッケー、ここからのワンパー完成、オーケーオッケー、やれてるやれてるやれてる、ワンツー、何それ何それ、お、わあーだるいかも、ちょ待って待って待って、うわーそれは無理やろ、いやでも今の2かもしばけそうな雰囲気やったけどね、やろう、ま、守ったら勝てるぞこれ、いややばいか、いやでもね火力 30% 上がったバジュラングガンを舐めてはいけないということですよね、間違いなくね間違いなくね、それはね本当に、とりあえずちょっとここからのこれやっとくやんか、いったね、吹っ飛ばすやんか吹っ飛ばすやんか、でここからのこれやるやんか、あバジュラングガンがどっか行った、ちょっと待って、ここ待って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 、あにじん握ってくれてるけど、ちょっと待って、ここ一発で一撃でこれしばけしばけ、石化け、うわあ、うわあ、ちょっと待ってくれマジか、ワンツースリーのファイブシックセブンない、ああ、まあ雨降ってっからな、まあ雨降ってっから、そらまあ犬嵐も、まあ雨降ってたらね、ぶっちゃけまあ傘もないしね、雨降ってよろしく。はい、じゃあ続きましょう。よろしくお願いします。まあね、またね、ちょっとあいにくの天気でございますけれども、まあちょっとそこら辺敏感やからな、インヌね。まあこれほんまやったらマジでえぐいぐらい多分ね、スコア1万とかいくんですけど、本来やったら雨降ってなかったらね。まあ雨降ってるんでちょっと半減以下になっちゃうんでね、そこがちょっと悲しいかな、ほんまな。とりあえずじゃあ僕ニジン取ります。でね、ちょっと待って、キッドアンドローちょっと落としたいよな。普通にできればタイマンで。ガンマナイフコン、あ、こうへんね。ほんならバジュってるんで、とりあえずね、ほなそこ行きましょうか、はい、ギガント使ったんでここからボーン、はい、まずは 10% まずは 10%、 ほんではい、オッケー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 、ここからのこれ、はい、ナイス、余裕ですよね、オッケーオッケーオッケー、そんな敵陣に来たニカちゃんなんかは楽勝なんで、まずはここしょってこれでしょうね、はい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 と、素晴らしいです、ワンからの、はい、ジュレクルでこれワンからの、はい、ワンツーの、はい、スリー、はい、オッケー、マジ余裕ですよ、本当にありがとうございます、雨降っててもこれやからね、雨降っててこれやからね、これ晴天やったらどえらいことになる、ほんまに、それは俺も行きたかったね、ナイス KO なんですけど、ほんだらちょ待って、とりあえずあそこ行きます、ほんならちょっとここのニカちゃん丸、おーわうーわ、ちょっと待って待って待って、これあんのかな、バジュラングとかないよな、さすがにないよな、さすがにないよな、さすがにないと信じてるんですけど、ここ行こうか、ワンパンセ、あ、やばいやばいやばい、死ぬ、いっとけ、あーあんば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 ん、逃げようか、よし逃げよう、ワンツー、あーいった、すっごいな、あかん、くらったくらったくらった、あっかんのくらった、これあっかんのくらった、火使ったんやけど今の、よいしょー、オッケー、めちゃめちゃいいダメージ、そして肉を食べたいと無理でした、ワンツー、待って待って待って、ジャストで入っとけ、オッケー、ワンツー、オッケー、
ナイスすぎんだろ俺。やばない、これ何回も言うけど雨降っててこれやからね、マジで小雨でこれやからね、どえらいよこれ。んでまた肉で全開していいんですか。最高のハーモニーだお肉との。よっしゃー、キッド&ロー普通に芝居てしまう。インヌがどれぐらい強いか皆さんわかりますか。なんかめちゃめちゃ変身してるけど、ほんまに仮面ライダーに憧れてんのかな。オッケー、任せろよ。ほんなら俺がそこからのこれからの、え、わ、あいあいあい、あ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 、ちょっと待って、待って、数えよう、3、4、5、6、オッケー、ありがとう、ほな、それ切りパクしていい、俺せんでえな。さすがにな。オッケー、オッケー、ほんで、ニカちゃんいるでしょ。俺も火力上がってるでしょ。ほな、俺が後ろ行っちゃう、後ろ守ってるわ、ほんまに。オッケー、オッケー、尻尾フリフリしてね。任しといてよ、ほれ。ほーに、来たね。ニカちゃん一人で敵陣突っ込んでくるんやったら、まずはアタッカーには返させないって思ったんですけれども、ちょっと待ってね。ここからのこれ。あー、オッケー、オッケー、全然オッケー。握るんやったら、ジャストで入って、ここからのこれ、はい、めちゃめちゃいいの入ってる。ワンツー、それ何、あ、ちょっと待って、ワン、オッケーオッケー、ワンツーのスリー、ジャストで入って、オッケー、任せろ、ワンツー、はい、オッケー、完璧、えぐい、小雨でこれはえぐすぎる。ワンツー、ワンツースリーからの、ここからのワッパー、えぐすぎ、ワンツー、やばないこれ。ほら、もうインヌの時代来たわ。ちなみに後ろエース君やったんやけどね。はい、 MVP。 はい、というわけでどうだったでしょうかと。いや、もうね、昼の王の時代が来てますよ、これは。マジで間違いなく。はい、今まではね、その前座っていうか、もう早う、1分ぐらいでね、火力 30% だけ上げて、もう、はい、次の後ろのキャラに任せようぜ、みたいなね、風潮がありましたけれども、はい、違いますよ、と。いや、もう3分間こいつでやれるっていうことが分かっちゃったんでね、やっぱこれが修正のパワーってやつですよね。はい、見ましたか、キッド&ローとかに対するあの火力。普通に入ってたよな。マジで普通に枯れると思ったわ、マジでね。ほんで、ニカちゃんにもいい感じダメージ入ってたし、やれますよ、皆さん、こいつ。ほんで、今回このメダルだけど、これ、火力マックスメダルとかにしてももっとおもろいやろうしね。あははは、興奮しすぎて喉になんか詰まった。はい、というわけで、皆さんもよかったら修正後の犬嵐は使ってあげてください。というわけで、これぐらいで終わりだよと思います。皆様、ここまでご視聴くださいまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you!